渚先生、もう知らない天体に苗など植えるのはこれ無理ですね。あ、危ない。あ、君、二人とも安全な場所に逃げるんだ。君は誰？あの人だよ。嘘だ、ボルガ博士はあの時剣を取ったの。ペカンのやつ、今頃うちでおとなしくしてる。おとなしくしろ。石が湿って、これはきっとジュラルス星人の仕業に違いない。よし、僕と空港見に行こうよ。いいでしょ、パパ、ママ。よし、行こう。すげえ、かっこいい。うめえ。よし、今度はちゃんとストローで飲んでるんだ。あれはジュラル星人の円盤だ。ほら、マリカ、ここでずっとしてるんだよ。いいね。よし、今度はこっちの番だ。ジュラル星人、今に見ていろ。あっ、カス、やっはー、かっこいいだー。そう、ジュラル星人ね。お、バリカよって言ったら、子供にやったらお前なんか僕の相手じゃないんだから。パパ、僕行ってきます。大丈夫、任しといて。待て、ジュラル星人。はい、待て、ジュラルの魔王。